11月3日に行われるアメリカ大統領選挙に向けたトランプ大統領とバイデン氏の初めてのテレビ討論会が9月29日、オハイオ州のケースウェスタンリザーブ大で開催されました。両氏は90分余りにわたって激しい論戦を交わしたのですが、トランプ大統領はバイデン氏や司会者の発言をたびたび遮り、バイデン氏はトランプ氏を嘘つき、最悪の大統領と中傷するなど、討論会はあれにあれたびたび中断しました。NHK がこの討論会を同時通訳を交えて生放送で伝えていたのですが、議論が白熱してくると2人の大統領候補と司会者が同時に発言し、自然と日本語の同時通訳も入り乱れる状態になる場面も。米ワシントンポスト紙がその件に注目し、ロストイントランスレーションと日本が舞台のハリウッド映画のタイトルにかけて報道、ミートゥーさんの投稿を記事に添付し、その様子を伝えています。記事にはアメリカ人からコメントが殺到、見苦しい光景を日本人に見せてしまったことへの謝罪の声や、通訳者の方々に同情する声など、様々な意見が寄せられていました。